おはようございます。糸島の旬を伝えるババチャンネルです。今日はゲスト、趣味で魚さばきをしてる松永さん。はい、漁業宅糸島こと松永です。よろしくお願いします。漁業宅さんです。なんでこう魚の魅力に、もともと釣りをしてて、でそれでさばくを自分でさばきなさいと上に言われてさばったのがきっかけで、大きくなってもずっとやってるうちに、魚をこう美味しくさばいて綺麗に盛ると美味しくみんながベストに食べてくれるのが楽しくて、で行き過ぎちゃったって感じですね。なるほど、すごいんですよ。今日一緒に僕がセレクトした地魚を見てください。いろいろあります。セレクトした今旬の魚を使って僕が下処理をして、松永さんが刺し盛りを作るということをやってみたいと思います。これサワラ2キロあるかな、でこれ釣りですね。釣り物、糸島湾内で釣られます。それとね、一番ね今美味しいなと思ってるのは糸島の天然マダイ。今日の朝、千里丸、船越の千里丸さんが朝閉めてくれて、ここまで持ってきてくれるんですけど、まあ、後でねちょっとお腹開いてどうなるか見てますけど、ね、最高に今いい状態。ここあのやばやば閉めたばっかりなんで、ちゃんと神経抜きまでしますからね、いい状態です。あと石だ、以前は1キロぐらいかな。これがね2キロとかね3キロとかいったらまたねパンパン、今結構脂乗って美味しいですね。そうですね、これはね、福吉の漁師さんが取ってくれます。あとねこれ 5.9 ありました。 5.9 キロ、これはえなわ漁で、釣ってます。豊丸さん結構ね無口じゃないけどねシャイな人だけどすごいねやるときやるっていう感じで、今度30キロのクエバ釣ってきたらねすぐ送るけんって言われてるんで楽しみです。これ 5.9、 すごい脂乗ってサシが入って美味しいです。と、おこぜね、これも福吉のおこぜ。あとタチ、これちょっといちごちのタチだけど少し傷入ってるけど、そろそろ脂乗って美味しいですね。今からやっぱりどんどん美味しくなる時期ですね。確かに。あとタコね、タコこれ、舞浜で取った、タコカゴに入ったタコ、これも1キロぐらい。あとヒエダイもね、これいっちゃないかな多分。良さそうですね。ヒエダイも脂乗ったら最高に、マダイと同じぐらい脂乗って美味しいんで、僕も大好きな魚です。これ頭ちっちゃいね、多分脂ある。これ楽しみです。お腹開くの楽しみ。とあとハモかな、ハモでかかった。これ2キロある、2キロのハモこれ月日が、これもそこにね眠ってますよね、はい、ホタテと同じですごく美味しい。貝柱がね最高に甘くて美味しいです。殻も一緒だと思ってて、色が違いますよね。月と竜電の名前がついてるっていう風に言われてますね、うん。まあ、糸島にまだまだ、ね、たくさん種類ありますけど、一番今が種類少ないんじゃないかな、暑くて魚も取れないって漁師さん言ってましたし、これから冬にかけてもっと美味しいもの取れてくるんで、とりあえずでもこんだけの夏だけこんだけの魚が揃う糸島です。この魚を使ってよくたくさんに仕上げてもらって、はい、やっていきましょう。僕は今から下処理していきます。よろしくお願いします。でキュウリの飾り切りをしていきます。こんな感じで飾りを乗せていきます。まあ、こんな感じで飾っていきます。じゃあ千里丸さんで、はい、 1.7 キロぐらい、 1.7 キロ、あ、しっかり内臓脂肪べったり、最高です、うん、最高。油がいっぱい入ってます。これもいいね、内臓脂肪、オスでした。いいね、
最高やん。最高でした。一歳だね。一歳最高。塩かけます。これ価値低いけどすごく美味しいんです。タイと同じで多分脂乗ってる。市場価格は安いです。安いけどものすごく美味しい魚です。これ価格はね、タイのね3分の1だけどタイに負けないから、あれ来とうもん。ほらちゃんと神経締めしとくよ。市場価格はね、タイが2000円ついた時にこのヒエダイ600円ぐらいだった。600円ですよ。あ、いいね。タイと一緒や。塩油もどう？うん、いい感じです。本当はですね、大根の剣を使いたかったんですけど、大根がもうこの時期全然一箇所は出回ってないので、今日はきゅうりと水菜を使って、大根の剣代わりにしていきます。この時点でもうおおよそどんな感じに盛ろうかなってなんとなく決めていきます。まあ、こうやって動画を使って刺身の置き場所を作っていきます。いいですね。いいね。いいですね。ここに、マダイの背中の身を乗せていきます。で今日は、子供さんが食べるっていうことだったので少し薄めに、これで背中の身が一つ削るんですね。でお腹の身はこの辺に。これでタイの身がおしまいです。でこれはサワラの炙りですね。やっぱり炙ったが一番美味しいかなと思いますね。皮がすごい薄いんで炙ればもう全然気にならずに。サワラの背の部分ですね。次タチウオを使います。これタチウオ OK ですね。これはスズキです。コロダイですね。でこれが玄海サーモンですね。佐賀の養殖サーモンになります。
笛吹き台と目一台。はい、次が、ウマヅラハギ。飾りを適当なところに。はい、これで完成です。はい、じゃあ完成しました。完成しました。ご一個説明しますか。はい、こちらの上がマダイの背の部分ですね、と腹の部分分けて持ってます。油しっかり取ってるんで、炙るとですね、油がバッと浮き出て美味しそうでした。で、こちらがサワラですね。で、ここがタチウオになります。そちら周りにちょっとタチウオの背びれをですね、使ってます。で、薄く切ってるのと、細切りにしたのと2種類乗せてます。で、こちらがスズキですね。今、夏のスズキすごく美味しいです。油しっかり乗ってます。で、コロダイですね。で、ここは佐賀の養殖サーモン、玄海サーモン、これおまけ、はい、それだけ地魚じゃないですけど、はい、養殖のサーモン、まあ、すぐ隣の町ですからね、うん。で、これがですね、笛吹き台、これで、ここが目一台、白台とかっていう台なんですけど、この2つですね、なんかあんまり知られてなくてすごく安く売られてるんですけど、めちゃくちゃ美味しいので、ぜひ食べてほしいですね。で、ここがクエになります。先ほどの5キロのクエをこれだけ乗せております。で、これが、おこぜですね。で、これが、ウマヅラハギということで、1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11種類、はい、盛り合わせております。はい、ありがとうございます。で、糸島の、地魚最高に美味しいです。まあ、価値が低いね、本当キロ500円とか、600円とかね、400円とか市場に入ればね、キロ100円とか50円とかね、いう魚もあるんですけど、ものすごく季節とかね、取った場所とか取った人によって、魚の美味しさって違いますので、まあ、その辺をしっかり魚拓さんと伝えていきたいと思います。はい、はい、じゃあ来週の糸島の旬もお楽しみに。お楽しみに。サバチャンネルでした。